こんにちは、スタイリストの大山俊です。今回の動画では、女性からの評判が良かった秋服ベスト5というテーマで皆さんに動画をお届けしてみたいなというふうに思っています。人によってですね、おしゃれをする目的というのは様々かなと思うんですね。例えば自己満足のためにファッションを存分に楽しみたい。こういった方もたくさんいらっしゃると思いますし、それはそれでとても素晴らしいことだなと思うんですが、それ以外にもですね、女性から好印象を得たいという方も少なからずいるかなと思うんですね。僕自身はですね、どちらの感情もありまして、休みぐらいはですね、自分の好きなファッションを存分に楽しみたいという思いもあるんですが、やっぱりですね、ある程度女性からの目線で見た時に、好印象を与えたいなという気持ちもやっぱりあるわけですね。ですので、今回の動画では、女性からの好印象を得たい男性のために、今回は僕の私物のアイテムの中で、これは割と女性からの印象が良かったよというものをですね、皆さんに5つご紹介をしてみたいなというふうに思っています。とは言ってもこれはですね、あくまで僕の奥さんに聞いたアンケートではありますので、多くの女性の意見というわけではないんですが、女性から見た時にこういったアイテムは比較的好印象に見えやすいですよというですね、一つの目安になるのかなというふうに思っています。というのもですね、僕はスタイリストとしていろんな大人の男性をコーディネートしてるんですが、男性の方をコーディネートすると、やっぱりその方のですね、奥様だとか、彼女さんだとか、そういった女性からのですね、評価というのをですね、僕自身聞くことが多いので、そういった部分も加味をしながら、今回ですね、5つ秋服をセレクトしてますので、ぜひ最後までお楽しみいただければなというふうに思っています。こちらのチャンネルでは大人の男性に向けて、メンズファッションの基本ですね、なるべくわかりやすく解説をしています。もう少し中級者向けのアイテムですとか、コーディネートですとか、あとは僕のオリジナルのブランドのですね、商品開発なんかをリアルタイムで行っている YouTube のメンバーシップチャンネルというものがありますので、気になる方はですね、こちら動画の下の概要欄にリンクを貼っておきますので、よかったらそちらからチェックをしていただければなというふうに思っています。それでは早速行ってみましょう。はい、ということで早速一つ目のアイテムから解説をしたいと思ってるんですが、今僕が着ているこちらのニットですね。これがですね、買ってから奥さんの評判が良かったですね。非常に個人的にも気に入ってるアイテムなんですね。丸首のニットというアイテム自体が、やはりですね、トップスの中でも程よくカジュアル感と綺麗感、両方を兼ね備えた鉄板のアイテムなんですが、その中でもですね、様々なカラー展開があるんですね。ニットの定番色というと、ブラックですとか、ネイビーですとか、あとは明るい色だと、ホワイトだとか、あとはライトグレーとかですね。このあたりは結構いろんなショップでバリエーションがあるんですが、その中でもですね、個人的に今季気に入っているのが、こちら、ビューティー&ユースのオリジナルのですね、ニットなんですが、色はですね、ロイヤルという表記なんですが、いわゆるロイヤルブルーと呼ばれるような、ブルーの中でもですね、ちょっと明るめのものなんですね。これがですね、なかなか色合いが綺麗で、奥さんからの印象も良かったですし、普段のスタイリングでも提案をお客さんにしてみるとですね、結構買った後に奥さんからの評判が良かったという方が非常に多かったので、この色のニットはですね、皆さんにお勧めしたいなというふうに思っています。ここで一つポイントなんですが、女性からの好印象を得るために結構重要な要素として、色の綺麗さというのはですね、テーマとして挙げられるのかなというふうに思ってます。もちろんですね、ブラック、ネイビー、ダークグレーのようなベーシックな色というものもですね、印象はいいんですが、それに加えて1点だけでもいいので、少しだけ華やかさのある色が加わると、結構女性から褒められることが多いのかなというふうに思っています。そういった視点でこのロイヤルブルーというものを見ると、色自体にちょっと綺麗さがあるので、割と評価が得られやすいのかなというふうに思っています。そしてもう一つありがたい点は、ロイヤルブルーというのはネイビーの延長線上で使うことができるんですね。なかなかですね、ピンクみたいな綺麗な色を使おうと思っても、心理的なハードルが高いかなと思うんですが、こういったロイヤルブルーであれば、割とですね、僕たちが馴染んでいるネイビーより少し明るいぐらいなので、割とですね、様々な男性には使いやすいのかなというふうに思っています。なかなかですね、このロイヤルブルーのニットを探すのは難しいんですが、今季はビューティー&ユースのこちらのニットがめちゃくちゃ良かったので、下にリンクを載せておきたいなというふうに思っています。ちなみにですね、今回ご紹介するのは、トップスとかアウターだとか上半身のアイテムが多いんですね。相変わらずなんですけども、下半身はですね、徹底的に手抜きをしていまして、今回履いてるのはこちらブラックのスラックスなんですけども、グローバルワークのアーバンスラックス。これがですね、なんだかんだで一番女性からの評判が良かったですね。黒系のスラックスというのは鉄板アイテムで様々なブランドが出してるんですが、個人的にはワイドテーパードと呼ばれるようなもも周りだとか腰周りには結構ゆとりがあるんですけども、膝下から細くなっていくようなそういったボトムスがすごく好きなんですが、意外とですね、そんなにスタイルがよく見えないんですね。一方でこのようなアーバンスラックスはかなりですね、足にフィットしたような綺麗めなラインなんですね。ですのでこういったボトムスの方が女性からの印象はいいというところは、ぜひ皆さんも覚えておいていただければなと思ってます。で、靴は見えなくて恐縮なんですが、明るめのこういったホワイトのレザースニーカーだとか、そういったところがやっぱり清潔感があって女性からの評価が受けやすいかなと思うので、そのあたりもですね、頭の片隅に置きながらこの後のコーディネートも見ていただければなと思っています。はい、続いて2点目のアイテムなんですが、僕が今着ているこちらのシャツですね。これまたですね、非常に評判が良かったもので、今年の秋はですね、めちゃくちゃ着てるんですね。動画の中でもですね、何度かご紹介してるので、すでにお持ちの方も中にはいらっしゃるかなと思うんですが、今季のグリーンレーベルのシャツなんですが、色味はですね、ベージュとグレーを混ぜ込んだような、いわゆるグレージュに近いような色で、程よくですね、柔らかさがありつつも、あまり甘すぎないような見た目になっているこのカラーがめちゃくちゃ良くてですね、奥さんからの評判も良かったですし、これを着てるとですね、割と良い人に見られるという特徴があって、個人的にはですね、今季一番気に入っているのがこちらのシャツなのかなというふうに思っています。シャツ自体がですね、襟がついていて小綺麗に見えるようなもので、大人の男性には似合いやすいんですが、ただですね、ちょっとこう、小綺麗に見えすぎるところもあるので、シルエットとしてはこのようにですね、少しゆったりめのものになっていまして、肩も落ちているようなリラックス感のあるようなフィット感、こういったものを選んでもらうと、きっとですね、トレンド感があるようなスタイルが簡単に作りやすいかなというふうに思っています。シャツにもですね、他にいろんな色があるんですが、個人的にはなかなか難しいと思っているのが白なんですね。意外とベーシックで使いやすいイメージがあるんですが、ちょっとビジネスライクに見えがちだとか、あとはシンプルすぎてなかなか様になりづらいので、個人的には明るめのシャツであれば、こういったベージュだとかグレージュ系が意外と使いやすいんじゃないのかなというふうに思っています。まだですね、休日に使えるようなシャツあまり持ってない方は、グリーンレーベルのこちらのシャツもいいかなと思いますし、あともうちょっと手軽なとこで言うと、今季のユニクロ U のレギュラーカラーシャツですね。そのピンクがですね、なんか甘すぎないピンクですごく使いやすいんですね。ピンクとパープルの間ぐらいの柔らかい色味なので、そういった大人っぽく見えるようなシャツというところをうまく使ってあげると、比較的女性からの好印象が得られやすいかなというふうに思っています。はい、続いて3点目のアイテムなんですが、僕が今着ているようなパーカーですね。これまたですね、着てると褒められる機会が多いようなアイテムで、女性からの評判が割とですね、良いアイテムなのかなというふうに思っています。ここで一つですね、ポイントとしてお伝えしたいんですが、結構ですね、女性から褒められやすい服の特徴としては、あまりですね、決めすぎてないような、適度なリラックス感のあるものがですね、共通してあげられるのかなというふうに思っています。このあたりはですね、結構難しいところで、男性の好きなアイテムって結構硬派なものが多くて、例えばレザージャケットですとか、あとはヴィンテージのデニムだとか、他にはですね、先ほど挙げたシャツでも第2ボタンまでを開けるようなちょっとセクシーなシャツだとか、そういったものがですね、男性が好きなアイテムだったりするんですが、一方でちょっとこう強めのアイテムというか、場合によってはかっこつけすぎてしまうようなアイテムというのは、意外と女性からの評判が良くないということをですね、僕自身もですね、スタイリストを12年間続けていく中ですごく感じてきたんですね。一方で今僕が着ているようなこのようなパーカーというのはカジュアルなアイテムですね。フードがついていて、本来であればちょっとこうリラックス感があって部屋着的なアイテムではあるんですが、こういったものもですね、最近は大人っぽく見えるような単色で、なおかつですね、素材の質感がいいものがたくさん出てきてますので、こういったものをですね、大人の男性が着ると意外と女性からの評判が良かったりするので、ぜひ皆さんもですね、パーカートライしていただければなと思ってます。パーカーにもですね、ジップ式と呼ばれるような、ジップで上げ下げできるようなものと、被りのタイプですね、こちら、プルオーバータイプ2つあるんですが、どちらかというと今旬なのがプルオーバータイプなので、こちらのバージョンでぜひですね、色に関してはダークグレーだとかネイビーだとか、あとは今は着ていないんですが、ベージュなんかもですね、ものによってはすごく良かったりするので、こういったちょっと柔らかい色ですね、このあたりのベージュカラーというのは、先ほどのシャツもありました通り、女性からの評判がいいので、こういった色もトライをしてみるのもいいかなと思います。パーカーがね、誰にでも似合うというわけではないんですが、ぜひですね、30代の男性なんかは特に、こういったパーカーなんかを使いながらですね、程よくリラックス感のある着こなしを楽しんでいただければなと思っています。はい、続いて4点目のアイテムなんですが、今僕が着ているような、こういったちょっとシャカシャカしたライトなアウターですね。マウンテンパーカーだとか、ナイロンジャケットだとか、そういった形で呼ばれることが多いアイテムなんですが、これまたですね、着てると女性からの評判がいいような、程よくカジュアル感のあるようなアイテムなのかなというふうに思っています。先ほどもお伝えしましたが、やはりですね、女性からの印象というところで言うと、決めすぎたアイテムより適度にですね、カジュアル感があった方が、割と印象が良かったりするんですが、こういったちょっとスポーティーなアイテムですね。ナイロンジャケットだとかマウンテンパーカーというのは結構ですね、女性からの印象が良かったりするので、ぜひ皆さんもうまく活用していただければなというふうに思っています。色合いに関しては本当にたくさんのバリエーションがあるんですが、こういったアイテム自体がめちゃくちゃカジュアルなので、色自体はですね、引き締めた方がいいので、個人的にはもうブラック一択でいいかなと思うんですね。ですので、まだ持ってない方は、こういったアイテム一つはあってもいいんじゃないのかなというふうに思っています。身近なところで言うと、ユニクロのブロックテックパーカーだとか、あとはグローバルワークにもですね、こういったものがあったりするんですが、個人的にはアウトドアブランドで言うと、ノースフェイスのものですとか、あとはアークテリクスのもの、このあたりがですね、デザイン性も良くて、なおかつですね、一定のファンもいるようなブランドなので、女性から見た時にもですね、分かっていただきやすいのかなというふうに思っています。このようなマウンテンパーカーに関しては、また別の動画でかなり詳しく解説してますので、そちらの方を見ていただければ、どういったものを選べばいいのか、より分かりやすいかなと思うので、ぜひ参考にしていただければなというふうに思っています。個人的にはですね、こういったライトのアウター、めちゃくちゃ好きなので、秋であれば T シャツの上にさらりと羽織ったりだとか、上半身はカジュアルにするんですけども、一方でボトムスに関しては、このアーバンスラックスのような、ちょっと綺麗めな感じで合わせてあげると、意外とですね、大人の男性にも似合いやすいかなというふうに思っています。もちろん30代の男性には似合いますが、40代以降の男性でもですね、意外とハマったりするので、ぜひ皆さんもトライをしていただければなというふうに思っています。はい、続いてラスト5点目はですね、今僕が着てるこちらのですね、ベージュのステンカラーコートですね。これまたですね、やっぱり女性からの印象が良かったアイテムで、個人的にもですね、秋によく着てるようなアウターになります。アウターの中でも様々なものがあって、先ほどご紹介したようなブラックのマウンテンパーカーというのはカジュアルな路線なんですが、こういった着丈の長いコートというのも、やっぱりですね、綺麗めな雰囲気があって、女性からのですね、評判の良いアイテムなのかなというふうに思っています。ステンカラーコートの定番色といったら、やっぱりネイビーだとかブラックだと思うんですが、それはそれで間違いのない選択だと思っています。一方で、このようなですね、秋に着れるようなベージュですね。やっぱりですね、こういった明るめの色というのは女性からの評判が良かったりするので、コートの色を選ぶ際には一つの参考にしていただければなというふうに思っています。僕が今着ているのは今季のですね、ユニクロ U のステンカラーコートなんですが、今年はですね、着丈の長さもちょっと短くなりまして、かえってコンパクトで、よりベーシックに使いやすいような感じになったかなというふうに思っています。これであればですね、結構気軽に着やすいかなと思うんですが、コーディネートとしては、今のこの着こなしそのものが結構バランスがいいかなと思ってまして、こういったベージュのコートの内側には、ホワイトのニットでちょっと明るくまとめてあげる。これがですね、バランスがいいかなと思ってまして、一方でボトムスに関しては色を引き締めるという意味で、さっきからずっとコーディネートは変わらないんですが、ブラックのスラックスにこういった白レザースニーカーで合わせてもらうと、すごくですね、大人っぽい着こなしで、なおかつ適度にカジュアル感が漂うので、ぜひ皆さんもですね、こういったベージュのステンカラーコートをうまく活用していただければなというふうに思っています。はい、ということで今回の動画では女性から好印象を得られやすい秋服ベスト5というテーマで皆さんに動画をお届けさせていただきました。僕のですね、私物の中で奥さんから見て割と評価が良かったものをですね、今回皆さんにご紹介したわけなんですが、僕の普段のスタイリングの中でもですね、こういったアイテムは女性スタッフからの評判がいいなとか、あとはですね、ご提案したお客さんの奥様だとか、彼女さんからの声をいただいた時に、こういったアイテムってやっぱり評判がいいよねというものをですね、今回は厳選して皆さんにお届けさせていただきました。まあ、もちろんですね、女性も好みが人それぞれなので、必ずしもこれが当てはまるというわけではないんですが、やはり今回ご紹介したようなアイテムというのは、多くの女性から見てもそこまでですね、やりすぎてなくて、好印象を与えやすいのかなというふうに思っています。まあ、ポイントとしては2つですね。まずは色合いですね。ちょっと綺麗な色を使ってみるというのが良いかなと思ってまして、今僕が着ているようなロイヤルブルーのニットだとか、あとはベージュですね。ベージュのような柔らかい色というのは印象がいいので、ぜひ積極的にトライをしていただければなと思っています。あともう1つは、やりすぎないような適度なカジュアルさですね。これまたすごく重要で、例えばパーカーですとか、ニットですとか、ナイロンジャケットですとか、こういった適度にカジュアル感のあるアイテムは、割と女性からの評判が良かったですので、ぜひ皆さんも取り入れていただければなというふうに思っています。これからもこちらのチャンネルでは大人の男性に向けてメンズファッションの基本ですね、なるべくわかりやすく解説したいなと思ってますので、よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。以上、スタイリストの大山俊でした。また次回の動画もお楽しみに。おしゃれ初心者から中級者へステップアップしませんか？限定動画では中級者向けのアイテム、コーディネートからライフスタイルまで発信。皆さんからのご質問のほか、無料動画では語れないスタイリストの本音もお伝えします。大山俊のメンバーシップチャンネル。